普通の人が豊かになれる時代なんです。いつだって自分が不自由になってるのは自分の価値観、自分の信念、固定観念なんです。皆さんこんにちは。世界で活躍する竜使いドラゴンマスター慎吾です。今日も YouTube 始めていきます。トゥルトゥトゥン、おめでとうございます。今日は世界一お金持ちが集まる国ドバイから豊かさエネルギーをお届けします。最後まで見てね。この番組は誰でも簡単にすぐできる開運方法をお伝えしています。龍神様のお力で人生を上昇させましょうという番組です。楽しいな、面白いな、ためになったなと思ったらチャンネル登録をお願いいたします。僕の公式 LINE、 それから僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクールの公式 LINE のご登録もお願いしますね。はい、ということでドラゴンマスター慎吾、ただいまドバイにいます。トゥルトゥルン、おめでとうございます。なぜドバイに来たのか、それについては後半、そしてドバイという国はどういう国なのか、それについて前半お話しする YouTube にします。ですので、最後まで見ていただけると、なぜ慎吾がドバイに来ているのか、そして皆さんにも使える豊かさのエネルギーの拡大の仕方についてこの動画では学べますので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。で、まあドバイに来た理由はちょっと後に、説明するとしまして、そもそもドバイってどういう国なのっていうことをね、思ってらっしゃる方もいると思います。ドバイという国はアラブ首長国連邦という国の中にある、まあ、1個の首長国ですね。で、連邦国という言葉があるんだけれども、昔ね、ソビエト連邦っていう国がありましたね。つまり小さな国が集まってできた大きな国のことを連邦国っていうんですね。アラブ首長国連邦もその一つ、そしてドバイはアラブ首長国連邦の中にある7つの首長国のうちの一つです。アラブ首長国連邦の中の一つの首長国です。そしてお金持ちがたくさんいる国でもあります。歴史は非常に浅くてですね、アラブ首長国連邦は1971年にイギリスから独立しました。つまりドバイはまだできて50年ぐらいしか経ってないのね。で、もともとはね、砂漠だったの。ドバイはすごい今近未来のさ、ものすごい高い塔とかビルとか建ってるでしょ。そういうイメージありません？だけどちょっと前までは砂漠だったんです。で、砂漠の上に建物って建てられないと思いませんか？皆さんちょっと公園のお砂場をイメージしてみて、あの上にさ、なんか建物を建てられると思う？なかなか難しいよね。でも数年前に砂漠の上に建物を建てる、要は建物を建てたとしても崩れたり倒れたりしない技術ができたそうなんですね。そこからドバイは発展しました。世界一高いビル、ブルジュハリファっていうビルもありますね。そしていろいろな世界一がたくさんこのドバイに集まってきています。で、気候はですね、基本的には暑い。僕らが来てるのは今12月です。12月ですが、日中の気温は20度ぐらいあります。夏になるとね、50度ぐらいになるんだって。だから日中外に出ないんだって、ドバイの人たちはね。ものすごい暑いそうです。今はとっても過ごしやすい気候です。で、なんで50度もあるかって言うと、要は砂漠だからね。もともと砂漠だったから、そこの気候としてはものすごい暑いということです。じゃあなぜお金持ちが来るのかっていうと、それはシンプルで、いわゆる税金がないんですね。税金がかからない。つまりお金を稼いだだけ、まあ、収入になるというか収益になるんです。日本は税金が高いですから、収益を上げたとしてもその3分の1以上がね、税金として国に納める必要がありますが、ドバイはもともと国力が高い、まあ、石油とかね、そういう資源が多い国です。ですから会社から税金を取る必要がないんですね。もちろんちょっとした税金はかかるのかもしれないけれども、大きく税金は取らないそうですね。で、僕がですね、今いるのはパームジュルメイラという場所にあります。人口の島ですね。だからちょっとね、日本に似てるんですよ。日本の埋め立て地、例えばディズニーランドとか、ああいう感じのエネルギーに少し近い。で、人々はみんなハッピーです。すごく明るい。で、 UAE のドバイの人じゃない人が働いています。だからホテルでね、 Where come from? って聞かれるんですよ。そうすると Japan って言うじゃない。で、こっちも聞き返すんですよ。 Where come from? とかって言うと、だいたい
バングラデシュとかインドとかチェニジアとか、あとどこだったかな、メキシコもいたね。そう、いろんな国の人がこのドバイに集って働いています。あんまりドバイのナチュラルな人って合わないんですよね。だけど僕らはね、まあちょっとアテンドしてもらったんで、そのドバイに住んでいる人だけが行くお祭りにね、参加させてもらいました。みんなあの民族な衣装ね、白い服と黒い服、ちょっと名前がわからないけれども、あれを着てお祭りに参加していました。そんな国際色豊かなドバイ、なぜ慎吾が来たのかっていう話をこれからさせていただきます。これはね、みんなにも使えると思うんです。皆さんもご存知の通り、慎吾はもともとはお金もないし仕事もないし、もう何にもなかった男なんですね。その男が、まあ、わずか6年足らずでこうやってドバイにね、来させていただけるようになりました。多くの人が、特別な才能がある人がお金持ちになるんだ、特別な才能がある人が活躍できるんだ、龍神様から選ばれた人だけが豊かに幸せになれるんだって思い込んでいるんですね。ひょっとしたら YouTube を見てる人も少しそれを持ってる人もいるかもしれません。慎吾さんだからできるんでしょ、慎吾さんだからドバイとか行けちゃうんでしょ、そんな風に思ってる人がいるかもしれません。違うんです。それは思い込み。全然違うの。僕はもともと全然お金なかったし、仕事もなかったし、人生のどん底を味わっていました。もちろん龍なんか見えないし、聞こえないし、感じないし、なんならアンチスピリチュアルだった時代もあります。そういう人が豊かさを今はね、流れるこの渦の中にいるわけですよ。つまり僕はね、どういうことを言いたいかというと、もう毎回言ってるけれども、普通の人が豊かになれる時代なんです。特別な人が豊かになれる時代じゃないの。龍を見える人だけが豊かになれる時代じゃないの。普通の人でもお金持ちになれるんです。そのね、思い込みをまず一個外してほしい。で、慎吾がじゃあなぜドバイに来たのか、これ3つあります。1つ目は、考え方や常識をセルフぶっ壊しするためです。考え方や常識のセルフぶっ壊し、これね、とっても大切です。僕もね、普段当たり前に過ごしていると、自分の考え方が当たり前、常識、これはこういうもんだっていう古典観念がどん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 硬くなっていくんですよね。頭が柔らかくなっていかないんですよ。心が柔らかくなっていかないんです。で、僕はドラゴンマスターです。エネルギーマスターです。ですから、この思考というエネルギー、もしくはこの感情というエネルギー、これに対してもすごく詳しくなりたい人なんですね。ですから、自分の考え方や固定概念が固まってくるとですね、気持ち悪くなってくるんですよ。これって当たり前なのか、日常を過ごしていて当たり前だと思ってるけど、これって本当は僕が当たり前だと思っているだけであって、当たり前じゃないんじゃないかなっていうふうに思ってくるのね。だから定期的にこうやって海外に来て、日本ではない場所で自分の常識や観念のセルフぶっ壊しをしに来ます。セルフぶっ壊しフェチです。観念、常識のセルフぶっ壊しフェチで、なんでセルフぶっ壊しをしないといけないかっていうと、どんどん当たり前なことがね、こう固まっていくとさ、常識のがんじがらめになっちゃって、人生が面白くなくなってくるんですよ。どん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 視野が狭くなっていく、どん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 自分が小さく小さくなっていく。それは面白くないのね。もっと大きな世界で、もっと広い視野で、もっと柔軟に人生を生きたいと思うから、だからドバイでセルフぶっ壊しをしています。じゃあどんなセルフぶっ壊しがあったかというと、まずですね、僕の友人に会いに行ったんですが、その友人がですね、宝石商をやってるんだよね。その宝石商の工場を見学させてもらいました。ドバイの宝石商です。普通に宝石出てきます。赤いトレイに出てきました。四角い赤いトレイ、だいたいね、これぐらいの大きさのね、ちょっと見えないかもしれないけど、これぐらいの大きさのトレイにですね、ダイヤモンドがたくさん並べられます。ボン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 って置いてくれるのね。1個これぐらいのね、ダイヤモンドがあったんだけれども、これだいたいいくらですか。そうですね、7億ですねって言われました。7億のダイヤモンドがボンって置かれている。で、ちっちゃいダイヤモンドもバラバラバラってあったんですけど、あ、これは3000万ね、これ5000万ね、これは4000万ねとかって言って、これぐらいの小さいお皿に合計10億円ぐらいのダイヤモンドが置かれました。10億って言ったらすごく大金ですよね。でも、こんな小さなトレーにですね、
バラバラバラっと無造作にダイヤモンド工場の人は無造作に置くわけですよ。でダイヤモンドって世界一硬い鉱物だからバラバラって置いたとしても傷つかないのね。で最初はいや7億か10億かすごいなって、7億10億っていう金額に対しては別に僕はそんなにアレルギーはないし、まあ、友人でもね30億円稼いでる人もいれば100億円稼いでる人もいるから、まあ、そんなにねびっくりってならないんだけど、なんかこの小さいトレイの中に7億とか10億とか言われると、おおそれはすごいなってなるわけですよ、ね、最初は自分の観念が、あこんな小さいトレイの中に10億も入るのねみたいな感じになるわけで、もだんだん3日もすればね当たり前になってきて慣れてくるわけですよ。このトレイの中に10億円あったっていいじゃない、別にね、普通じゃない。で日本だったらびっくりするかもしれないけど、ドバイだったら当たり前なんだってっていう風に自分の思考を書き換えていくんです。こんなちっちゃいトレーに10億円のお金っていうかね、そのエネルギーが込められるなんて、そんなのは考えられないという思考から、それは普通だよねって、当たり前だよねって、こうぶっ壊してるわけね。わかりますかね、ぶっ壊し方が。わかりますか、実況中継してるんです、ぶっ壊し方のね。あとはそれからドバイはねやっぱりね物価が高いです。ハンバーガー1個4000円します。まあ、ちょっと高級なハンバーガーだったけれどもね。それから宗教上の理由からお酒をあまり飲む風習がありません。ですからだいたいお酒を飲むのは海外の旅行者の人で、旅行者の人しか飲まないからお酒の金額が高いんですよね。ですからハイボールも1杯4000円、ワインも1杯、そんなにいいワインじゃなくても1万2000円とかします。でそれもさちょっとびっくりでしょ。日本にいたらさ、ハイボールってお酒飲まない人もいるかもしれないけど、ハイボールってだいたい600円とかね、高くても1000円ぐらいなんじゃない。高級ホテルに行っても1500円とかじゃないかな。ワインもグラスで飲んだら800円とか1000円とか、もちろん高級なものだったら3000円とかするけれども、普通のグラスワインが1万2000円とかするってちょっとびっくりじゃない。ちなみに僕はね竜使いなので、竜はお酒好きだから竜使いもお酒好きなんだけど、最初はびっくりした、おおハイボール4000円かってなるんだよね。でももう3日もいれば、あそんなもんよねっていう、ドバイってそういう国よねっていうふうに書き換わったわけですよ、ね、考え方や常識がぶっ壊れていってるわけです。セルフぶっ壊します。でこれは今僕がドバイでやってる自分の観念のぶっ壊し方を実況中継でお伝えしたんだけど、YouTube を見てる皆さんもこれねやった方がいいです。やった方がいい、自分の常識を疑うということ、そしてそれがぶっ壊れそうなところに行くということね。じゃあどこに行けばそれぶっ壊れるの、ドバイに行かなきゃいけないの、そんなことありません。日本でいても自分の価値観がぶっ壊れる場所あります。一つ一番有効なのは自分の価値観ではない生き方をしている人に触れるということね。例えば自分がこういうライフスタイルを送りたいなっていう人の講演会に行ってみるとか、セミナーに行ってみるとか、その人がやってるプログラムに参加してみるとか、そういうところに行ってください。もしくは機会があったら一緒にご飯を食べてみるとか、お茶をしてみるとか、そういうことをしてみて、そうするとね自分の価値観がねガラガラガラって壊れていきます。でこの時に、まあ、僕はねその価値観ぶっ壊しフェチなのでお話ししますけど、価値観ぶっ壊しの時ってすごく居心地悪いです。なぜかというと自分が大事にしている価値観を否定されているような気がするから、だからその人と一緒にいるのがね最初はね居心地悪いです。なんか自分が否定されているような気分になる、自分がダメなような気持ちになってくる。例えば YouTube を見ている皆さんもちょっとそういうふうに思ったことがあるんじゃない。今この下りの中でなんかドバイお金持ちとか10億円のトレイとかそんなことを聞いてて、ああ私にはそんなの縁がないなとか、私は毎日1000円しか使えないのに慎吾さんは4000円のハイボール飲んでるんだなとか、そういうふうにちょっと気持ち悪くなったり居心地が悪くなったり自分のことを否定されたりした、そんな感覚に陥った人も中にはいるかもしれませんね。でね、それはいい傾向なんです。いい傾向なの、グッドなんです。なぜかというとあなたの中の価値観が揺らいでるからです。で価値観が揺らぐとエネルギーが外に放出していきます。それは最初は居心地が悪い、なんか嫌な感じです。でもねそれが壊れた後はそれが当たり前になるので普通になってくるんですね。居心地が悪いものじゃなくなってくる。皆さんもありませんか、そういう経験。なんか最初はすごく戸惑ったし
居心地が悪かった、違和感を感じていたんだけれども、日々年月を経るにつれてなんか当たり前になってきて、まあそれってそうだよねって自分の中に取り込むことができた、そういう経験ってないかなと思うんですね。でもしね、 YouTube を見てる方々が自分の中のその価値観をぶっ壊してもらえるんであればいいかなと思って、慎吾はあえてこのドバイで YouTube を撮っています。だからみんなを否定したいわけでも傷つけたいわけでもないのね、うん、だからまあ愛だと思ってください。だけど、まあ、ぶっ壊しにかかってるから、ぜひね、自分の心の課題として何か違和感を感じた場合はね、ぜひその感情を大事にして、そして自分の価値観を壊した方がね、自分自由になれるって思ってね。そう、いつだって自分が不自由になってるのは自分の価値観、自分の信念、固定観念なんです。例えばある女性の方がね、子供が小さいんですよ、その人ね。で、家にいなきゃいけない、外出してはいけない、旅行してはいけないっていう観念をすごく持ってたんですね。その人が勇気を出して遠出をしました。自分の家からものすごい遠いところに行きました。もちろん日本国内なんだけどね、関東に住んでる人が島根県に飛びました。そして2泊3日過ごしました。子供ほったらかし、もちろん旦那さんにね、面倒を見てもらって、子供を見てもらって安全は確保した上で行きました。そしたら自分の価値観壊れたのね。あ、子供は私が必要なんだっていう価値観、考え方っていうのは自分の思い込みだったっていうことに気がつくわけです。それからというものの、彼女はいろいろなところに旅ができるようになりました。皆さんもね、自分には何もないって思っているかもしれません。それは昔の慎吾と一緒、僕にも何もなかった。だけど今何もないというふうには自分では思いません。皆さんも必ず何かしらあります。何もないというのは自分の中にある誤った観念だ、誤った信じ込みなんだというふうに思ってください。その思ったところから人生は少しずつドアが開いていきます。ぜひ参考にしてみてね。もっと喋ろうかなと思ったんだけれども、ちょっと長くなっちゃったんで、こちらで終わりにします。続きは次回の YouTube でお話しますね。いつもありがとうございます。励みになってます。見ていただいたあなた、愛してるよ。せーの、龍、金融流上爆上、またね。